はい、久保さん、こんにちは。気になる男。198話ですね。198話。今回は脱サラして YouTube になったやつの末路っていうね、サムネ使わーを使いました。前回、久保さんが YouTube の再生数を10倍アップさせるキーワードということでね、まあ、ネガティブのキーワードっていうのはやっぱり人に結構訴求するよと嫌だなとか怖いなとか、まあ、そういう不幸を っていうね不幸キーワードはやっぱりどうしても、まあ、生存本能に感じるところなのでどうしても人が反応するよねみたいなねお話もあったかなと思いましたのでねちょっとそのところを使わせていただいてちょっと待つろみたいなね言葉をちょっとサムネに持ってきたんですけれども、まあ、もう12月で2022年ももう終わりになってくるんですけれどもあと10日ですかねあと10日12月19日なんでね ともう十数字にもう10日になってくるんですけど、まあ、2023年こそもう2022年終わっちゃうんだよとかで2023年こそはね YouTube でお金を稼ぎたいって思ってる人まあこのいう人が見てくれてるんじゃないかなとは思ってるんですけれども、まあ、じゃあなんでねお金を稼ぎたいのかっていうとやっぱりここですよね 会社が嫌すぎるって、ね、会社が嫌すぎる、まあ、もうすぐ年末なんでねもうあともうちょいだっていうね言う人もいっぱいいるのかなと思ったりして、まあ、仕事が辛いとか人間関係とかいやよくあると思います自分はね会社はそこまで嫌いじゃなかったんですけど時々仕事が辛かったやっぱ時々人間関係が辛かったりやっぱどうしてもストレスとは付き合わなきゃいけないなとは思ったりしてやっぱ本当にでもきつい時はもうちょっと今日無理無理ですっていうね有給のカード切ったりね もうやめたいんですとはちょっと言えなかったですけどちょっといやもう無理だなっていう時は何度もありましたよねだからこそやっぱりね、まあ、ちょっとこういうことを思うかどうかはあれなんですけどその有名人 YouTuber になって稼ぎまくりたいとかね、まあ、ちょっとモテたい一部モテたいみたいなね <laughs> 思いがもしねあったりする時もあるんじゃないかなと思うんですねあの画面に見てる YouTuber を見てね、まあ、自分あの ユーチューバーってほとんど見たことなかったの今,今になってようやくユーチューバーを乱すようになったんで勉強のためにあユーチューバーってこんなことしてるんだみたいなねいうところででなのでそのまあまあこういうことを思う人はちょっとわかんないですけどもう会社辞めてねユーチューブ一本でやりますみたいなねまあそういう人が急に現れることもないかなと思うんでもうね 思い立って、も思い立っちゃってね、もういても立ってもやらず。なんで、その人のために、もしね、そういう人がいたら、という方にね、えー、ちょっとお伝えしたいことがあってね、まあの前にということですね。の前にということで、脱サラして、えー、YouTuber になったら絶対後悔する人みたいな、絶対後悔してしまうよみたいなね、えー、ことのお話をちょっとしようかなと思います。はい、ということですね。えーまあ、こんな人ですということで、こんな人がやばいですね。はい。 ちょっとモデルケースでちょっとお話ししていくんですけど、例えばですね、早速この YouTube 初め,、ね、<laughs> めて見たぜってね、初めて見たぜみたいなね、初めて見ましたよと、で、チャンネル解説でね、まあ、初日で登録者10人、順調だぜってってね、 もう初日10人ってすごい、むちゃむちゃすごいと思うんですけどね。これなかなかできないと思うんですけど。で、1ヶ月後にはね、1ヶ月後にはなんと、えー、チャンネル登録者1000人突破ーって、まあ、うちの塾生でも先月、熟成さんでも先月1000人突破で、今はもう1200人ぐらいいったのかなとしか言っていて、もうちょっと,と勢いがとどまるところを知らないんで、ね、もうすごいなと思うしかないんですけど、まあ、ともかく1ヶ月でね、もう速攻収益化しちゃったよって、YouTube 楽勝すぎだと。もうみんな参人障壁がね、 えー、あるからみんなやってこないんですけど、実は攻略したら楽勝じゃんみたいなね。で、えー、もう会社の時間がもったいないと、もうこれ、こう一歩にした方がいいんじゃねーつって、こう YouTube が起動に乗ってるので、もう会社辞めてやるぜっていうパターンですね。これがちょっと一番危ないかなと。まあ、いわゆるちょ、ちょっとだけね、早いかもしれないですけど、まあ、ちょっとちょっとかもしれないですよ。で、もちろんね、もう広告収入得れてるんで、もうこれいけるぜって思うのは十分いいし、まあ、いけるとは思うんですよ、正直ね。 もうこんなに、こんな感じで普通の人行かないですか ?1 ヶ月で1000人とかそんなのね。なんでまあ、行ける可能性は十分にあるとは思うんですけど、ただ、もう、さらにもう一つ上のフェーズっていうのを目指してほしいなと思っていてえ、YouTube で広告収納をがっちり、がっちりね、得ながら、さらにですね、さらにせっかく得たんだから、まあ、そのスキルを生かして、まあ、オンライン講座とか開いたりですね、あとは、人様にこう教えたりするようになって、 YouTube の広告とは別にお金をいただくようになってからがまあ会社を辞めるのは理想かなとは思いますね。本当に。まあ、自分もその会社員時代は、YouTube のオンライン講座、まあ、YouTube ではなくて、YouTube を使って、その会社がまあ嫌だなっていう人に対して、オンライン講座っていうで、オンライン講座みたいなのをちょっと作って、それでね、えー、お金をいただいたっていうところがあって、会社員の時に。んでやっぱり そこでやっぱやってると、まあ、当然会社とそのオンライン講座とかもし開いたらなんですけど、まあ、時間がどん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 ん少なくなってくると思うんですね。で、そこでやっぱりその、ね、もっとやっぱりその会員さんにちゃんと教えるために勉強しなきゃいけないとか、あとはもうお客様が増えすぎて対応しきれなくなった場合ですよね。もうこれちょっとやばいと。手に余るみたいなね。<laughs> 手に余るみたいな。<laughs> うん、これはちょっと人じゃ対応できないなみたいなね。ねあとは 他にはお客様に、ね、もっと手厚くサポートしたいみたいな、ねえー、感じになった時にもう、ね、ちょっともう,う手に余りすぎると余りすぎる場合っていうのは、まあ、そこで初めて、ね、会社を辞める決断をしても遅くないんじゃないかなと思っていて。 っってていうとところがあるのかなと思って、まあ、自分の場合はですねちょっと不器用なんでその会社に辞めて一つに絞らない絞んないと YouTube にしっかり取り組むことができなかったっていう例があってもうちょっとこれはしょうがないところはあるんですけど、まあ、その普通の会社員の方普通の会社員の方は で、あと、普通に仕事ができる方って、これ100、100%ですね。100%間違いなく、あの、会社と YouTube 両立できます。だから、自分が、その、できなかっただけなんで、あの普通の人は今、会社の仕事できるんで、てか、できてない、できてるはずなんでね。できてるんで、会社と YouTube 両立これできるんですね。これ、間違いないですね。間違いない。断言できます。で、もっと言うと、会社の仕事に比べれば、YouTube って超優しいんですね。 もっとどういうことかっていうと、その今の会社の仕事って、初心者の人にかなり大変だと思うんですよ。ていうか、普通の人、じゃあ今からね、えー、会社の仕事、あなたこれやってくださいって言って、多分普通にすぐできないと思うんですよね。多分すごい覚えること、むちゃむちゃあると思うんですよ。会社の規定だったり、作業の手順だったり、その人間関係、人との、他の部署との兼ね合いとか、あとはその毎日ね、1ヶ月間やるなら1ヶ月間やること、全部その、日にち日にちでやること、あると思うんですよ。 月曜日はこれしなきゃいけないとか、週末はこうしなきゃいけないとか、月初はしなきゃいけないとか、月末はこれしなきゃいけないとか、月中にはこのチェックしなきゃいけないとか、むちゃめちゃでも覚えることあると思うんですよ。で、いやこれやっぱ本業の仕事ってすごいやっぱ覚えることもあるし、大変だし、やらなきゃいけないこともむちゃむちゃあるし、あと人との関係も大変だしってすごいこの、あの <laughs>、レベルが高いことを今やってると思うんですね、会社員の方っていうのは。 うんで、じゃあ YouTube はどうかっていうと、まあ、正直今から初心者でも始められるんですよ。言ったらね。まあ、覚えることが正直そんなに多くないと。だって、ね、もうスマホの録画ボタンを押して撮ればいいわけじゃないですか。言ったらですね。本当に、本当にボタン。 指先一つでいけるわけじゃないですか。<laughs> ちょっと言い方割れなんですけど。で、まあ自分のね、熟成の皆さんっていうのも、ほぼ全員初心者なんですまあ、ちょっとはね、YouTube なんか遊びで撮ったことあるよって言うんですけど、ほぼほぼみんな初心者から始めてるんですね。だいたいみんな、皆さんと対談とかはしてるんですけど、だいたみなさん初めてですね。もうちゃんと、ちゃんと撮ったの初めてだねっていう話はしてて、でもその全員が全員ね、やっぱ会社員と YouTube 両立できてるんですよね。 普通にやってるんで、まあ、それはその毎日更新してる方2週間に1回の方あ1週間に1回の1週間に23回の方1週間に1回の方ってその頻度はそれぞれみんなペースは違うんですけど両立はしっかりできてるんですよねなのであとはその熟成さんの中でも,もうすごい人は 登録者1000人超えてさらにね YouTube を教えるコミュニティとかも開いてるんですよね塾生さんの中でもでその会員さんからも受講料いただいてる方も塾生さんもいるんで、まあ、そうやってからそうなって自信がもうそうなったら自信ついてると思うんですよ人,、ね、人様にも教えてますからね YouTube の初心者を YouTube の初心者だったのが YouTube の初心者を超えてさらに初心者の方に教えてるって状態なんでそうなってからだと多分脱サラしても十分 オッケーだと思いいますし、まあ、それがちょうどななんじゃないかなとは思うんですねだからいきなりその YouTube 広告収入でね、わーって稼げたぜ、やったーっつってやめるのはちょっと危険かなとは思ったりもするんで、まあ、そこら辺をちょっと一言言っておいた方がいいかなと思って、ちょっと今回の動画作らせていただきました。ということでね、まあ、何にせよ、ね、YouTube 活動をすることによってそういう未来が開けるわけですよね。会社が本当に辛い。でもね、YouTube をしっかり極めることによって人様に。 ね、YouTube のさらにね今,今あなたが初心者でもその先のね初心者っていっぱいいますんで、ね、その方を教えることによってね、えー、将来会社を辞めて、えー、脱サーすることも可能なんじゃないかなと思いますしねそしてその中で顔を出す顔を出さないっていろいろあると思いますんでまあそうな ねえー、出す出さないか、まあ、その両面で、えー、の話が聞けるっていうのがこの12月20日の会をですね、えー、久保さんとズーム対談させていただきます、まあ、顔を出している久保さんですね顔を出して10年間やり続けているねもうだ最前線で走り続けている久保さんそしてね、えー、顔を出さない、えー、自分とね、えー、ズーム対談させていただくんでね、まあ、もしよかったら聞いてみるとね YouTube に対してもっとね興味が湧いてもっとやりたいやりたいなーっていう気持ちがね芽生えて本当に、えー、やる 2023に向けてね、やることができるかもしれませんね。はい、ということでね、12月体験プログラムっていうのが、このズーム対談まで一応やってますんでね、ズーム対談まで先行割りっていうのをやってますね。もしよかったらね、えー、声かけてみてください。はい、ということでね、脱サラして YouTuber なったやつの末路ということでね、えー、果たして、 えー、こ,うこういうね、会話先の時でね、<laughs> 俺、脱サラしたんだけど、みたいなね、いう、こういうぼんやりした顔じゃなくてね、もっとね、生き生きしてね、もっと脱サラしてね、YouTuber になってね、今すごい教えてるんだよ、会員さんがね、こんなすごい人たちがいるんだよ、みたいなね、話をしてほしいですね。この、この絵だとちょっと <laughs>、明らかにダメなパターンなんでね、えー、YouTuber になってね、脱サラすることはできると思うんですけど、この、こうならないためにもね、ちょっと <laughs>、 しっかりとやっていくっていうのは大事かなと思います。はい。ということで、気になる男第198話ですね。こんな感じで終わっていこうかと思います。そして、久保さん、それで次は第199話ですね。なんともう199までいきましたんでね。えー、楽しみに待っております。そしてね、この気になる男、視聴、ご視聴している方はね、また次の機会、また次の動画もね、楽しみに見てくださいね。はい。ということで、 ここまでご視聴ありがとうございました。クミンユーチューバーたかがお送りしました。バイバイ。